八田王女は第十六代、仁徳天皇の皇后。日本初期では、八田王女、八田王女、古事記では、八田の脇いらつめと表記される。第十五代王神天皇と、ワニシンの日フレオミの女の旧支度姫との間に、生まれた巫女である、源一。同母兄弟として、都道地、いらつ子巫女、メンドリ王女がいる。夫は、仁徳天皇で、イボ兄にあたる。 子女はえない。なお、仙台九字本に、現にでは、母は、もののべたじまれんの女の山部姫とする。日本書記に基づく関係経図日本書記によれば、王神天皇の崩行後、大晦さ財村と都道地伊達子は行為を譲り合っていたが、空位のまま3年が経ち、都道地伊達子は、自らの命を断った。その際、大晦さ財村に、 妹の八田王女を高級に入れるよう遺言した、玄産。大晦祖祭村は即位して、忍徳2年に岩の姫の命を皇后に立てるが、岩の姫の命は嫉妬深い女性であり、忍徳天皇が八田王女を非とすることを許さなかった。しかし天皇は、仁徳30年に皇后の留守中に宮中へ入れ、怒った皇后は帰ることなく、仁徳35年に、 つつ宮ぐで亡くなった。そして天皇は、仁徳三十八年に、八田王女を皇后に立てたという、原四その後、仁徳四十年に、皇后の同母妹の面取り王女を人しようとしたが、早草分け王子が、巫女と通じてしまう。天皇は、皇后のことを尊重して罰し,しなかったが、無本の心があるとして殺された。この時皇后の願いにより、 巫女のタルタマ手玉は奪わぬよう追手に命じるが、その金は破られる。広報の告発により、その犯人は私、地を剣じて、死を免れたという、原四古事記でも、おおむね同様の書伝を記すが、都道地い子の自殺や、遺言の話はなく、大きさきになったことも明記されてはいない。上な編量母参考地八田王女母伝承地。八田王女に関して、 国内町による事情簿はない。ただし、奈良県奈良市北家寺町にある国内町の上名編、両母山高地では、八田王女が、悲壮候補者に想定されている。遺跡名は、上鍋古墳で、墳丘町205.4メートルの前方公園墳である。八田部は、八田王女の名城。古事記で、巫女の名城としての設置の旨が記載されている。言語。 この名代部の友の宮津子氏族として、矢田部氏があり、つくり聖氏族が、天武天皇12年9月に村寺政を賜った、記事がある、原六。新鮮聖氏録には、以下の記載がある。上記のように、物延部氏系氏族、鴨野氏系氏族の山城国、山和国。なお、仙台旧寺本義では、にぎはやひ十世孫の物延部大別連子を外、伝えているほか、 や田部つくじの演奏として、募集墨命を記している、厳に、注釈原点出典。ありがとうございます。